渡辺翔華渡辺翔華明治20年12月29日は幕末明治期の三河国田原藩画廊で日本画家渡辺火山の次男忌味名は金腕通称は春治翔華は画号江戸工事町の田原藩邸で生まれる父火山が晩社の獄で国元田原に湿居した際には翔華を含む家族も共に移り住んだ 7歳の時に火山は自害した。反抗性召館で学んだ後に、校歌4年13歳の時、彼の将来を思いっぱかった父の門人福田反抗の勧めで江戸に出てる。同じく火山門下の椿沈山の弟子となり、そのが塾宅火堂で絵画を学んだ。その頃の宅火堂では、毎月門下生に村館で提出させ、これを批評し、最優秀作には賞を与えていたのだが、 翔歌の作品は優秀作になることはなく、毎回翔歌より年は上だが、入門は、後の野口勇国が賞を受けていた。翔歌は、自分の被災を悩み、内密に勇国の文本をもらい、これを模して提出すると文下中最低点を、つけられてしまう。この後、椿山は、小花を招き、汝は、塾内では卓抜な腕前であるが、まだまだ親の火山には及びもつかない。 亡き火山の画業を継承し、その名声を恥ずかしめる不詳のことならないようにと、今しめたという逸話が残る。火影四年江戸手原判定で、聖子三宅公安氏のおとぎ役として、絵画の相手を命じられる。安政元年人山が亡くなると画家として独立し、安政三年、田原藩川洋人であった兄、渡辺律が二十五歳で急世したため、家督を相続する。 文久元年に、氏、椿山の幼女、妻を妻に迎えた。源氏元年に、田原藩家老に任命される。当時の藩主三宅広報の父友信はかつて火山に、当主に押された経緯があり、また、筆頭家老、村上藩イたすは、火山の推挙を受けたことから、昇華はおもんじられた。特に母親戦争に際しては、老齢の村上に代わって対応するところが大きく。 明治に入ると昇華が三次となり、反省の実務を取ることになった。廃藩治験後に、藩の残務整理を終えると、明治七年とヨハシに移り住んで画家として、生形を立てる決意を固める。以後、上京するまでお小花が滞在した、吉田神社の前提、百貨園にちなんで百花園時代という。明治六年ウィーン万国博覧会に、箇所図、ウントリズを出品。 明治10年第一海内国官業、博覧会において、タバコ免課の図で、家紋賞を受賞するなど、父、火山の画祭を受け継いだ彼の絵が次第に認められる。明治15年には拠点を東京に移して、同年の第一海内国会画共進会で、連軍中、画を、出品、同賞を受けて、一流の画家の仲間入りを果たした。明治十七年七月に川辺を建てらと、 東洋会画会を結成する。明治19年には、野口裕国らと皇居の杉戸駅号の栄誉に授かるが、持病のリ待ちマチがひどく、一部を門人の山下生害に代筆させたという。明治20年12月旅行した際、長地府市に感染し、53歳で没す。法名は、文遊院、なうまれ小花小寺。白、法寺火山墓所に葬られる。地。 椿山譲りの課長画に優れ、地元の東、三河や遠州の画家に大きな影響を与えた。ありがとうございます。